お疲れ様でですすさんそっかかの久保です、えー、今回はね起業したい方が、まあ、インフルエンサーとして起業したいというふうにね考えてらっしゃる方がいるよっていうところでナミ、まあ、さんなりのね鋭い視点をお届けくださいましたけども私の方からもねちょっとインフルエンサーを目指したい方の、まあ、サラリーマン時代のね、まあ、自分の存在感っていうのをちょっと確認していただきたいかなと思うんでちょっと一言言わせていただきます。 えっと、サラリーマンでいながら、インフルエンサーとして独立したいという方、サラリーマンでいる、会社員でいる、今、自分の状況をちょっと見てもらいたいと思うんですよ。例えばね、会社で人気者ですか、うん、会社っていう小さな枠組みの中で、上司とか部下とうまくいってない人は、インフルエンサーにはなれないんですよ、うん。で、お客様とかね、家族からも人気がある。で、自分はとにかく、なんとなくリーダーをいつもやっているとかね。 自分の言うことに従ってくれる人が多いとかね人の指示を待っているんじゃなくて自分からムーブメントを起こしているよっていう風に本当わずか数十人とかせいぜい100人ぐらい紹介しちゃって数十人の中で自分がインフルエンス的な要素を全然盛り込んでいないんだったらちょっと無理じゃないですかねでそういう人って大体役職についてるんですよあの役職に就くから発信力がつくわけじゃなくって発信力があるから役職をつけてもらえるっていうこのねロジックに気づかないといけないんですよ 自分は役職がないから影響力がないって思ってる人はインフルエンサーにはなれません。そもそもインフルエンサーは役職ないでしょ。役職ないけども、でも多くの情報を発信者の中で目立っていくわけじゃないですか。だからやっぱり自分の存在感が伝わっていくんですよね。あの、迷惑系 YouTuber っていう風なね、えー、名付けをされたヘズマリュウっていう人がいるんですけどね。ヘズマリュウっていう人は、まあ、とにかくめちゃくちゃで問題ばっかり起こして、それによって、 まあ、有名になったところがあります。ところが、この人有名になりすぎて、YouTube のアカウント、Twitter のアカウントはもう作れなくなっちゃったんですよ。いや、そこが私の言いたいところじゃなくて、ヘズマリュという人は、とにもかくにもめちゃくちゃやることで名前を残しましたよね。でも、名前を残せなかったヘズマリュみたいな人が、後にも先にも無数にいたってことを多くの人は想像できないですね。つまりね、どのジャンルであれ、影響力をつけるってことは、その道で、まあ、 良くにつけ、悪気につけね、トップクラスにいるんですよ。で、多分、ヘズマリュウ、会社の中でもめんどくさいやつだったんでしょ。組織の中でも地域でも嫌われ通しだったでしょ。家族からもつま弾きです。まあそういう風に言われてましたからね。そうなると、それはそれでね、悪目立ちするわけですよ。だから、ヘズマリュウになれってわけじゃないんですよ。ああいう社会の迷惑な人は、どっちかっていうといなくなった方がいい。もっといいこととか、役に立つことで目立ってほしいんですけども、少なくとも会社の中でね、 全然目立ってない人が会社を離れていきなり黄金の人生で手に入るかって言ったらまあ無理です。悪い方向に行くばっかりでどうやったら悪いことでもいいから目立ちたいかなと。悪名は無名に勝るみたいな言葉が散らつくわけですよ。そういうふうなね、デジタルタトゥーではないですけども人生に遺憾を残すような一か八かの勝負はしない方がいいと思いますよね。そういう発想がある以上はまあ独立は向かないですよ。あの、成功するって公式なんですよね。公式をすることによって 少なくとも自分の持てるカードの中でちゃんと掴むことができるんですよ。そこからなんですよ。その基礎的な力があるからこそ、いいことも悪いことも扱えていけるんですよね。もちろん、意図的に悪いことっていうのは絶対お勧めしませんよ。でも、人は良かれと思って失敗することもあるんですよ。その失敗を、実はね、失敗資産として使えるかどうかっていうところが、インフルエンス力とか、そういう発想があったのかって人に思わせて、振り向いていただける。記憶に留めていただけるってことの、 まあ、にななわけなんですよだからね会社内でまずはねインフルエンサーになってるかどうかってことを確かめるもしくは会社内で少なくともインフルエンサーに自分がなっていければということじゃないですか自分の会社の闇を暴いてみたらどうですか暴露系 YouTuber ね登場ですよガーシーとまでいかないですけどね会社の中の暴露をしていくことによって会社の浄化作用を自分が率先してやっていくそういう時には いや出世がとかねいや上司がとかいうことはないんですよだって独立するつもりなんでしょいいじゃないですか嫌われっぱなしでそもそもいいことをして嫌われるんだったらそれは正直なビジネスができるっていう素養ですよ悪いことを見て見ぬふりしてねそれで針の穴をつくように目立とうとしてもああ無理ですよこれはそんなに賢くないからインフルエンサーになりたいと思っちゃったわけでしょ賢い人はインフルエンサーにならないですよ結果的に賢いから 多くの人に支持されて、求めてもいないのにコメントを言わされるとかねちょっとスピーチをお願いしますっていうふうなそういった人の前に出る席を周りの人が用意してくれるからインフルエンサーなんですよ、まあ、そこをね大いに勘違いしない方がいいかなと思いますねはいまますすかかか普段からモテていますかそういった会社員でいる今の自分の地位を振り返って考えた時に 会社を離れて、もっとね、冷たくて、向かい風の強い、世間というところで、本当に自分は振り向いてもらえるんだろうか、っていうところに、まあ思いが至るんではなかろうかと思いますね。はい、ナミさんどうも動画をありがとうございます。インフルエンサーね。そう簡単にはなりませんよ。<laughs> いや、チャンネル登録、1万人を大きく超えた私が言いますけども、まあ、誰にも見られませんから、私のサイスです、見てください。 結局、一時期はね、インフルエンス力が高くても、まあ本当にね、沈む時期の方が長いわけですよ。でも今はこうしてね、再生数が極端に減った時でも、やっぱりずっと言ってくださる方がいるっていうのはありがたいですよね、うん。まあそれだけのためにやっていけるところもありますね。はい。じゃあ今回は以上です。インフルエンサーになる方、よくよく考えてみてください。まず無理ですから、やめた方がいいと思います。他の道の方が簡単ですよ。行ってらっしゃい。